1時間以内で完成されろビンゴカラオケ。お世話になっております、鈴木鈴木です。よいしょー。ということで本日はですね、はい、まあ、この鈴木チーム4人でね動画を撮影していくんですけども、僕たちね最近結構さカラオケ採点は採点だけども、ちょっとユーモアを混ぜたというかさ、うん、プラス何かアルファを付け加えた企画をやってるわけじゃないですか、はいはいはい、で結構それが好評でありまして、これを今回じゃあ何今度やろうかなと思ったら、この右2人が考えてくれた企画ね今回今回はこのビンゴをやるっていうことなんだけども、はい、これどういう企画の説明なのか。まずですね、このこちらに今紙があるんですけども、写真出てると思う。こちらの紙にじゃあ最低が85点、最高が98点の合計9個の点数を用意しました、うん、で今からですね4人で、まあ、誰でもいいんですけど、うん、この点数取ってもらいます、うん、で取れたら埋まってくる。なるほどね。これで1時間以内に どれか1個ビンゴ完成するぞ。そう、2人横並びとる。そう、例えば98点取ったらもう真ん中が埋まってくる。なるほど。じゃあ80点台は2人は絶対出ないから俺らが逆に出そうみたいな。そう、そうなるほどね。そのための俺らです、今回。そういうことか。どうも皆様、鈴木鈴木でございます。はい、僕たちファンクラブやっております、はい、ですが僕ケイント週4でね投稿しておりまして、はい、近々、うん、ファンクラブ限定のライブをやっていきたいと思っております。概要欄にファンクラブのリンクを貼っておりますので、はい、ぜひ加入のほどよろしくお願いします。お願いします。2022年12月21日に鈴木鈴木313というアルバムを実は発売しておりました。イエーイ。こちらはねぜひ皆様にね手に取っていただけたら嬉しいと思います。ということで今回は4人で協力してビンゴを完成させていきたいと思います。はい、鈴木鈴木。さあということでございまして、もう歌う順番、歌う人物誰でもいいんですけども、はい、まあ、まずはじゃあもう今から1時間スタートということで、はい、OK ですか。はい、はい、じゃあ行きます。じゃあということで鈴木チームビンゴゲーム、よーいスタート。何だ何だ何だ、まあやっぱビンゴのセオリー通り真ん中を貫け。違う違う違う、真ん中を貫けだから98とんのどっちか。98狙いに行っても別に97とかでもいいから。98をオリジナルで出すわ。一発目僕らオリジナル曲一番近くで98点を取りたいと思います。了解です。はい、任せたよ。もうサクッとお願いしたいと思います。元気でしょ。うん、もうサクッと。オッケー、じゃあ取ってこう。はい、何をするにも君なしゃ浮き世すぎてダメだ僕だけどくしゃと笑ってくれる君。ナイス。そんな君も忘れんもよく慌ててさ、そんなお茶目な姿を見てるとなんか嬉しい。愛してる誰よりもその笑顔を、浮気で愛してる誰よりも一番近くで、
気がするわ。いや、埋まってほしいな。100じゃん、これ。あれ？あ、加点が加点が。おー！ナイス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 すげえな。まずはナイスまずはよ、ほんまナイス。いやー、素晴らしい。ということで、いきなり出ました。いきなりリードね、初手がやりました。いや、でも結構ギリギリがあったけど、うん、そこで取ってくるのがまたいいね。でもちゃんと有言実行してるからね。素晴らしい。これね、もうどこでも大丈夫でしょ。どこ狙ってもどこでもリーチだもんね。どこでもリーチ。一番いいのは85、俺とミツ君どっちか取れば、97をいければもう一気に見る。じゃあ一回行く。二人行ってみか。85狙っていいか。85ね。いや、俺ポジと歌って結構85出たことあるよ。85と8、うん、なんで先輩のところなの。鈴木。それではじゃあポジとミツ君によるソナンポケットさんで365日のラブストーリー。はい、あ、なんなら90出してみる。僕たちが歌うのはワンオクロックさんのカオスミス、はい、2で歌いたいと思います。
やっぱりまだ歩いてるよ。
94とか94よう出たね。さあ判定。うわっ、ちょっと、うわっ、俺と水木、鈴木、鈴木ってなんか分かってくれあったけど、なるほどね、そういうのもできるから。ちなみにさ、まだ30分あるでしょ。確かに確かに、フォーミングダブルミングね、ダブルミングやってるか、時間していくから。ちなみに2人はさ、何点狙いの何の曲行こうとした。いや、まだちょっと全部決まってなかったんだけど、なんか嵐さんの曲を歌おうかなって。そうそう、結構93ぐらい狙おうかなって。鈴木、鈴木では、次僕と水木で嵐さんのラブソースイートマイナス1で歌います。マイナス1。あ、こんなめっちゃダブルビッチ。うわ、つかめと願う。あ、あったチュー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 チ幸せじゃない、とびっきりの普通だ。
そこに似合う笑顔が僕でよかったかこんな僕でよかったのかなんて聞いたりしないよだって君がよかったんだそんな僕の予感なんだ体は関係ないほどの心の関係言葉が邪魔になるほどの93でない。うん、なんだろうな、みんなが分かる曲結構むずいっすよ。かけび？かけたピース、かけたピース、かけたピースいく。鈴木鈴木、続いて僕ら4人で歌いますのは鈴木鈴木かけるハン君ガチ山かけたピース、原曲で歌います。ハン君、鈴木、なんでもお前か俺、ちょっと言ってみたい、言ってみたい。かけたピース。
ないですけど。お前さあ、むずいわ。93、93、93お願い。29でも前回ちゃんと言わなかった。89もやる。お、え、やばやば、最悪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 マジで。クソムズ。クソムズ。ちょっとさ、97出してよ。これさ、オンラインが85出すから。出す。97出して、97。85出す。鈴木鈴木。遊園地前のこの道を通るときは窓を開けて、あの頃と同じか、何が変わったか、息を吸い目を閉じ記憶の糸を巡る。今回に限って過去最高加点出してる。確かに。なんでよ、ね、勝手に一人で曲入れて98出して何してんの。普通に楽しいんじゃない。鈴木鈴木。では僕が最後に歌う曲は清水翔太さんのマイブー。マイブー。マイブー。Oh babyI'm gonna make you mine.
界中どこだって平気。俺がいい時君が笑って、君がいい時俺が笑って、今までいろんな人と会って、自分がどういう男かって本当の意味で理解させてくれた子は君だ。6出してほしいな。さあ待って、うわー93かよすげー93低いけど、いや出たの、出たわ。うわー、あと89ね。はい、出ちゃいました、93点すごい。96出してるから、マジでそう、お前が90出したらマジでそうだった。うわー惜しい。鈴木鈴木ダブルキャッチだー。開始30分で1ビーム達成、早いよね。後半30分で1個しか見れなかったのが残念。まあ確かにね。ということでございまして、我々こうやってね、今後もねこんなユーモアあふれた曲やっていきますので、はい、ぜひチャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。ということで次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ホワイトキスはそう